どの書き込みが見たいんだ？見たいのが多すぎて選べない？なら、ランキング1位のものを見ていこうか。1位は、動物系彼氏が彼女に甘える時のポーズ。別に飛ばさなくてもいい。私も自分がどの動物に近いのか気になるから、一緒に読んでみるとしよう。見ただけではそれぞれの違いがよくわからないな。そんな小声で話す必要はない。確かに私も実際にやってみた方がわかりやすいと思う。では早速犬系彼氏というものから試してみようか。宝物を守ろうとする犬のように背後から相手をしっかりと抱きしめる。確かに安心するな。とはいえこれは抱きしめる側がいろいろと試されるような気がするが。なんでもない。どうだ、このポーズは気に入ったか？なんなら他のポーズも試してみようか。キツネか。わかった、やってみよう。この書き込みによれば、キツネ系彼氏はずるく、小さな仕草で獲物の注意を引きつけるらしい。例えば、君の目元に触れた後、唇まで指を動かすと、どうだ？私のことを見ていたくなったか？顔を赤くし、質問にも答えない。となると、私が何かを間違えてしまったか？何にせよ、私はこのタイプじゃなさそうだな。では、別のを試してみようか。こんな風に寄り添い合い、互いの体を預け合う甘え方が、君から見て私らしいと思うか？楽しそうな顔をしているが、何か新しいゲームでも思いついたのか？目を閉じたまま手のひらに書いた文字を当てる？ああ、わかった。いつでもいいぞ。一応言っておくが、決して目は開けないから心配しなくていい。ああ、すまない。君の髪が顔に触れて少しくすぐったかっただけだ。気にせず続けてくれ。手のひらに書くんじゃなかったのか？そこは腕だと思うが。手のひらに収まりきらなかった？そうか、なら仕方ないな。君、そこはさっきよりも随分上じゃないか？しかも指じゃなくて爪で、力まで弱めて。まったく、どれだけ私に当てられたくないんだ。別に嫌ではない。確かにもどかしくあるが、むしろ心地いいと思っている。それに君が書いた内容も分かっているしな。信じられないか。なら行動で示そう。